はい、タイの切り身です。塩かけます。表面にかけて、はい、10分間放置します。はい、今日はカブ3個です。これを半分で切っていきます。そしてこれ四つ割りにしていきます。二つ割りにしていきます。小さいですから。はい、 OK。 はい、これをちょっと入れてあげます。特に刃元、ここは米が入ってるのが多いんで、面倒でもこの一手間が大事です。はい、 OK です。はい、玉ねぎのみじん切りを切ります。あとフードプロフェッサーに使うので、粗みじんに入れて、はい、 OK。 これを入れます。少しさらして、もう絞っていきます。OK。 はい、パセリを葉っぱだけで取ります。全部使いますよ。30g ぐらいあるな。はい、 OK。 はい、牛肉を切っておきます。そしてケーパーを最後にオリーブオイル、これを結構入れますよ。はい、 OK。 揃いました。はい、フードプレッサーにまずたっぷりのパセリ、玉ねぎの粗みじん切り、そしてケッパー、そしてニンニクを入れます。 OK。 はい、フードプロセッサーをしまして、クラッシュ。
はい、塩とオリーブオイルを入れます。はい、これ取りました。蓋を取って塩、そしてオリーブオイル結構入れますよ。これフードプロセッサーじゃ限界だな。ミキサーじゃないとダメです。はい、不完全なサルサバラデができました。これ使うしかないですね。結構うまくいってたんですが、最後はミキサーじゃないとダメでした。はい、結構です。はい、水気を取ってます。はい、結構です。オリーブオイル残ってるやつを全部入れます。はい、入れてます。ちょっと最初は熱くしてからやります。さあ、皮を下にして、オリーブオイルは少なめで両面焼きをやっていきます。はい、豆乳の白ワインを入れていきます。はい、これで最後の問題です。はい、ここにサルサベルデをかけていきます。
い、オッケー。